はい、というわけで皆さん、こちらサーブでございます。本日もやっていきましょう。ドラゴンクエストモンスターズバトルオブザビクトリー。皆様、モンスターズ3楽しんでおりますでしょうか。私はですね、なんだかんだ言ってプレイ時間が70時間をね、超えました。ありがとうございます。モンスターズ3やってますよということで、モンスターズ3ね、私もね、ちょっと新作のモンスターズってことで結構裏でもね遊んでいるんですけども、まあ今までのねジョーカーズシリーズとはまたちょっと雰囲気が違った感じで、またね違った面白さを感じてね、こういろいろ遊んでいるわけなんですけども、なんかね作中にね結構モンバトに関係するっていうか、モンバト出演しているモンスターが多くてですね、これ動画のネタにちょうどいいのではと思いまして、今日はですね、だいぶ印象に残っていたこの2体をね、ね、とある2体を使って、遊んでいきたいと思います。見た瞬間から、これ動画がしたいなーって思ったんですよ。ね、見事なまでに魔法使い相性もありますし、皆さんね、モンスターズ3をプレイしている方ならなんとなくね、察しがつくでしょう。モンスターズ3をプレイしていない方でも、まあね、ちょっと今後ね、遊ぶ方がいるかもしれないので、まあね、いろんな意味で楽しんでいただければなというふうに思っております。というわけで早速行きましょう。モンスターズ3、スペシャル、モンバト動画第1弾です。続編が作るかどうかはわかりませんけど、ちょっと考え中です。さあ、行ってみましょう。レッツゴー。さあ、ということで参りましょう。まずは主人公、威力の杖、天君盾、そして服は、ダークローブ。さあ参ります。こちら主人公、魔法使いからの、紹介します。ドラキーマこと、チマ、鉄球おじこと、ジンマ将軍でございます。まあね、初期の PV にもね、ピサロのね、両隣にいたみたいですね。いや、今作やってて、この2体がめちゃめちゃ印象深いんですよね。結構なんか、いろんな場面でね、関わってきてくれたよね、この2体はね。特にジンマ将軍なんかはね、まあね、ね、ちょっとまあネタバレになるんであんまり言えないですけど、それ後半だとね、よりこう重要人物になってきますから、なかなかね、思い入れがあります。特に私もね、攻略メンバーは鉄球王子がいたので、そう、攻略メンバーは鉄球王子いましたからね。おー、いいね。そっか。ゴーレムいるからね。いいダメージです。ドラキーマも今ね、私がね、ゴルスライフ艦隊作るのめんどくさくて、賢さも爆盛り編成、ドラキーマを採用してるんで、何かとね、今でもね、なんとなくで使っている2体ではあります。さあ、モンバトではどうなんだということで、やっていきましょうか。実はこいつらね、魔法使い相性があるので、魔法使いで組むと割といい感じに仕上がるんですね、チームが。そう。意外と悪くないんですよ、これ。ただ、唯一の懸念点があるとすれば、アンダー20で使おうとすると、主人公の武器が2点になってしまうということですね。それはね、ちょっと由々しき問題でございます。2点武器だと、何が使えるかっていうと、毒針しか使えないです。なんで、もし、主人公いるチーム、アンダー20で、このチームで魔法使いでやってやろうとした場合は、主人公の武器はもう、自動的に毒針一択になります。でもね、毒針もね、アンダー20ね、動画よく見てる方ならわかると思うんですけど、弱くないんですよね。猛毒の息吐いて、っていう感じはできるんで、対人戦においては結構ね、猛毒ダメージがはかどるが強いって感じがして。で、まあ状態上はね、子守唄と大鉄球で状態上稼げますし、一応ね、ドラキーマは竜巻とかありますから、で、鉄球王子と毒針の猛毒でダメージを稼ぐってやり方もできる。またはその、勝ちパターンが両方とも狙える、なんか割とバランスがいいチームにはなってます。ドラキーマもそこそこ避けるからね。耐性も決して悪くはないし。王子もね、打撃耐性持ってるし。なんかそう考えたら結構バランス、なんかまとまりがいいなーっていう風にすごく思いますね。さあ。というわけで、ソロくんです。よかったね、本編出てきてね。いやー、なかなかよかったっすよ。勇者様。我らの敵ですからね、一応ね。まあね、細かいストーリーはね、ぜひともプレイしてほしいんであんまり言わないんですけど、ラストのね、シーンね、なかなか私的には興奮しました。粋なね、なんか、計らいというか、好きですよ、私は。
結局ラスボスまで鉄球魔人は一緒に来てくれたんですよね、私のチームで。すごいよね。なんかね、戦力的にはね悪くなかったから、ランクもね C だったかな、確か。うん、まあ、特性はねともかくとして、まあ、旅パンみたいなもんですから、モンスターズのね、まあ、強くしてあげればどんなランクでも活躍できるモンスターズのいいところだと思います。今作はね、特性の関係があるから、低ランクモンスターでもこういう使い方をすれば強いよみたいなのもあって、個人的には結構ね、ストーリーやっててね、めちゃめちゃ楽しかった。なんか止まんなかった、手が。全然手止まらん。ほんとずっと楽しいなーって思いながらやってましたね。あとね、これも言いたかったんだけど、声良かったっすね。うん。特にね、ジンマ将軍の声がね、めちゃめちゃかっこいいなって思いながら聞いてました。千葉も可愛いから、可愛いしね。CV 誰なのかめっちゃ気になったもんな。今作結構ね、その声ついたんですけど、確かに。あの、満足度高いです。個人的には。非常に。声ついたけど、めちゃめちゃ自分的には満足度高めの、いい感じの声でみんなしてますね。声優起用がね、素晴らしいんでしょうね。あのね、まあ、それもそ、まあ、声優のね、さんの素晴らしいんだけどさ、結構その例えばこういうステージにしか出てこないみたいなさやついるじゃん、魔物というかさ、 CPU というかさ、 NPC がいると思うんだけどさ、あのそういうやついるじゃん。あのね、めっちゃ有名な人のやつじゃねこれっていう人がいるんだよ。すげえなと思って、あ、そこのキャラのため、そこのキャラにそのキャラ、その声の声優さん当てるんだ、すげえって思いながら、だからね、声優さんめちゃくちゃね、私的には大満足でございましたけど、ね、皆さんはね、誰の声が好きですか？皆さん誰の声が好きですか？個人的にはあれだな、でもジンマー将軍やっぱ好きやな、俺。ああ。あ、待って。あ、ちょ待ってください。あ、すいません。それあのね、終わってしまう。おー、モグダンそこでフラグ回収してくんの？モグダンの。よくも、巡り合いを DLC に仕上がって、俺は絶対に許さん。ぶち切れピーちゃんいきます。ダークマター一戦、シャキーン！いや、いいね。許さん。DLC の恨み！おそらく彼は悪くないんですけど、まあ、ジョーカー3プロだっけ？やってる人からすると余計にヘイトが溜まって大変でしょうね。ちなみにね、彼のね、夏バージョンみたいなモンスターもいます。今作。トロピカルキングって言うんですけど。どっかのさ、対戦でさ、トロピカルキングの名前がさ、多分ね、名前変えれるんですけど、夏季休暇のモグラって書いてあって笑ったね。バカンス楽しんでんのか。本編のドラクエ4でも、アッテムトっていう鉱山にて、地獄の帝王なるものをね、勇者一行が、遭遇して、それを倒すっていうのが、ね、イベントとしてあるんですけど、まあ、モンスターズ3もね、ドラクエ4をモチーフにしてますから、もちろんね、地獄の帝王様いました。で、パッコイとかいう変なね、やからがね、復活の儀式を行っておりましたけども、まあね、エスタークをね、なんか刺激するとかね、主人公がね、言ってましたし、まだね、エスタークの一つや二つ倒せなくちゃダメでしょう。まあ、ちょっとね、ディスピサローを選ぼうかなとも思ったんですけど、ちょっとなんか本編とはなんかまた違うから、今回はエスタークの方にしようかなということで。まだこっちの方が自然ですからね。一応ね、エスタークはね、今回のね、重要な鍵になってますので、ストーリーの。やばい、避けろ。痛い。風だからドラキーマが経験してくれたけど、いやー痛いなポン。おい、大丈夫か？不安でございます。まあ、そういうことで、いやおい、お前ら嘘だろ。おい、ちょっと待って、これ緑ゲージじゃないの？これ、いや、これいけるか？待って、緑ゲージだろ、これ。ニーマギスは。
だよな、待って、マックスね、とりあえず、とりあえずマックス。はいはい、1足りない、妖怪1足りないです。いや俺勝てなきゃ、頑張っていくか。よーし、危ねえ。あのウィーリモコンのゴムカバーがパッカパカパカパカ外れてましたけど、なんとか勝てました。危ない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 。よし、ま、爆発含んでるからさすがに、オーマイガーですよね。いや本編的な感じでさ、眠りに弱くてもいいんだ、いいと思うんですけど、モンバトぐらいな。あ、まあ、シーンはともかく白目ぐらい寝てくれてもいいんですよ、エスタクさんエスタークさん、寝てくれてもいいんですよ。あ、まあ、エスタークね、モンバトだとね、結構その、瞑想凍てつ稼働のね、あの、そう、これ、遊び行動が多いんですよね。なんで、まあ、白目はそんなに難しくないです。HP もね、低いし。打撃耐性がね、めちゃくちゃ硬いので、そこは確かにね、厄介なんですけど、まあ、HP が HP なだけあって、そんなにそんなに気にならない。まあ、特にあの、呪文とか、打撃じゃない属性の攻撃を持ってこれば、少しでもダメージが入りやすくなるので、あの、ボーダー届きやすくなるかなっては思いますけど。ちょっと、待って、これ耐えれるような。あ、いけるっしょ、さすがに。でもターンの攻撃気になっちゃった。多分大丈夫。あー、ドルモア。どんくらい食らう君たち。一応、主人公ダークローブ着てるし、貯める後だとはいえ、結構減らせると思いますけど、1000か。まあ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 、主人公の軽減がいいですね。そう、ダークローブがまさかの、あの、ハマったわ。で、そういうつもりで来たわけじゃないんだけど、結果的に、あれですね、ハマりましたね。ダークローブが。さあ、いい感じ。で、次のターンは、ちょっと耐久が怪しいので、体力何本？あ、いけたわ。あ、普通にいけたわ。ああ、よかった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 。おー、まあね。白目ぐらいはね、すんなり行ってもらわないと。いや、困りますよ、困りますよ。なんかさ、最近あの、私、とある、あの、アニメにハマっているんですよ。ね。あの、領域展開とかよく使っている、あの、アニメによくハマってまして。さっきからね、エスタークのことをね、あの、間違ってね、あの、刺激じゃなくて、彫刻って言おうとしちゃうんです。勝手にこいつが式神になろうとしてる。式神つうか、そうか、式神か。うん、合ってるわ。ね。言い間違えちゃう。ずっと。エスタークを彫刻ってまた意味変わってきちゃうから。ね。刺激ね。自らの意志でね。まあ、も同じようなもんか、彫刻も。これも、ある意味、イフのお話ですから。エスタークが負けてそのまま眠りにつけば、ね、きっと物語はね、まだ違った方向に向かっていたかもしれません。ただこれはモンバトなので、地獄の帝王にもね、もう一度、もう一回ね、形態変化がございます。すごいね。まあ本編もさ、3回ぐらい形態変化するんだけど、あれ形態変化するためになんかね、すごい辛い姿になってるから、これはちゃんとした強化です。さて、ですね。まあ、これですよね。さすがに。一段目は。確定特技なので、ここはね、防ぐ以外ありえません。マジで。耐久ないわけじゃないけど、新相手だと話が別なんだよな。めちゃくちゃ火力高いから。ああ、怒りの方ね。はいはいはい。爆発か。誰に行くんだ、それ。ああ、ドラキーマがやっぱ狙われるんだ。いらーんいらーん。じゃあ、掴まなきゃよかったよ、俺は。もったいねえな。あ、よかったよかった。もうこれ多分700くらい食らってるからな。恐ろしいよね、700って。これだけで HP 半分持って帰ってもおかしく、おお、大丈夫それ。大丈夫か、そのトップ。入るダメージ。あー、まあまあまあ、弱いけど。まあ、弱いけど。あ、よかった、よし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 。偉い偉い。ナイス。うん。これ、あー、どうしよう。2ターン目、ここか。ここだな。いやー、黄色行きましょうか。最近練習してるんで、頑張りたい。黄色ゲージ。
トン、おお、悪くない悪くない、でも悪くない、最大じゃないけど、でも全然9大点。あとは振り、全力を出せ。よーし、ナイス、いいぞ。これ練習の成果が出てますね。さあ、あとは削るだけです。いいね、チマいいじゃないか。いいぞ、ゴビを吹っ飛、ゴビ吹っ飛ばしちゃった今、チマのなのようか、今すごいいい調子なのよ。うん、ちょっと久々につばじりしたから、ちょっと疲れています、自分は今。なんかね、暖房部屋ついてるせいで心なしか暑いしさ、しかもねえ、おお、ダメージいいね、やっぱフルソー強えな。さあ、一撃避けれますかね、主人公。それ避けたらでかいぞ。よーし、最高だ。それ最高すぎる。これ風マンじゃなくてよかった説ないかな、ワンちゃん。火力の方がまずいか。まあでも、でもそっか、お前高校、そっか、お前も高校の民か。いやー、これ火力がね、振り回すの方がいいか、むしろ。会心ちょっとでも狙わないとダメだろ、これ。いやー、5ターン目まで長引かせたくないんだけどなー。逆に耐久力ってか HP ほぼ今満タン、じゃあほぼじゃない、もう満タンなので、これ打ちますか、とどめで6ターン目に早く動いてっていう感じの方がいいかもしれない。これマヘドは大丈夫だと思う、多分大丈夫だよね。あかんこれ、で大丈夫でしょ、主人公もいるし。あー、オッケーオッケーオッケー、先行でんならオッケー。だったら5ターン目は受けましょう、普通に。で6ターン目に走ってもらってエンドで方がいいかな、多分。じゃあひとまずはこれで。で、ここでね、その目打って5ターン目の相手の攻撃を受けて6ターン目、素早さ勝負で行きましょう。エスタークってそんな速いブレだった時はあんまりそんなイメージないから、主人公に何度か先制してほしいな。頑張ってくれ。まあ、1回ぐらい勇者ソロを選んでおけばよかったかなって今更ながら後悔をしております。マジで今更すぎる。一回ぐらい選んどけばよかった。まあ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 、でもね、今回はモンスターズ3、主人公はピサロですからね。ピサロはちょっとね、ピサロじゃないと使えない。ピサロオンリーじゃないと使えないから、その使用上、ここでピサロ成分を補給していかなければ、ね、ピサロ不足になってしまいます。さあ、3331、213。豪華か。いてつくほどじゃない。よけ、ないー。さあ、あとは素早さ勝負です。どっちがいいんだろう。振り回すのがいいかな。さあ、主人公が走ってくれ。来い。おー、お前が走るんかい。でも、お前走ってもあんま変わらない。あんまり変わらないよ。まあまあまあ、でもいいダメージ。これで、オジが走っても、おーおっと、相手の攻撃、いや、大丈夫、これ、避けます。さあ、みんな、回避の時間ですよ。ふいー。超僕のギア失敗に終わったようで。ジンマー将軍チマー。いや、でも君たちはよく頑張ってた。君たちよく頑張ってたよ。